おはようたんのお話クータンの宝物そのひからみんなはおおいそがしきをきってまるめてはこんでくぎをうってそして 何日か経ったある日みんなでクータンを迎えに行きましたクータンクータン見せたいものがあるの一緒に森の広場に来てちょうだいクータンはみんなに引っ張られて 森の広場に行くことにしました歩いていくと何か見えてきましたよこれどうしたのくうたンはびっくりして聞きましたくうたンのために みんなで作ったんだようさぎの夫婦が言いましたそこには手作りの素敵な木琴があったのですこれならみんなで演奏できるよね。 小鳥たちは嬉しそうに言いましたそしてくうたンは気づいたんです笛が吹けなくなったってできることは他にもあるんだって大事なものは他にも いっぱいあるんだってみんなありがとうそして日が暮れるまでみんなで演奏しました